高橋さんです。はい。フリーランスの高橋と申します。先ほど、野田首相の二枚舌外交っていう言葉が、何？二枚舌外交が言われてると言ったんだ。これが言った方がいいね。これはそんな失礼なこと言えない。はい、そういう言葉に。思ってても言えないよ。消費税にしても TPP にしても、まず国内でコンセンサスを得る前に、世界でこう公約してくる、約束してくる、そういった手法、世界的にいずれ信用を失うと先ほど代表おっしゃいましたけども、国内政治的にはこれからどんな影響があるとお考えでしょうか。だからね、それは国際的にも問題が起きてくるし、国内的にもそれは信頼を失ってしまう危険性があるよね。国民信徒としてはこれからの野田首相にどのように向き合っていくのか。俺しょっちゅうあって向き合っていくけど向き合った時は必要な顔して俺のこと聞いてくれたりとか、それは本当にね、勝利前だったよ、総理がね。もう何度も言うようにね、こう答弁とかそういうことだけでその場をしのいだってね、政治はダメなんですよ、ね、本心がどうかで、ね、からそれは問われてくるんでしょ。言葉だけで答弁して推進を合わせていくようなことでね、予算委員会とかその叩きをねしのいでみたらしのいだことにならないんですよ、そんなことはね。前の感想にもそれがね、それをやっちゃって失敗しちゃった、本音でね、国民と、ね、総理はね本音で対応しないためですね。これから心が出てくる、来るやつ来たら困るんだろうね。だからこう出ないようにやってもらわないと困るね。それが誠心誠意だよね、もう自動的に今おっしゃった。他にご質問ございますか。どうぞ。寿司の進行の方です。すみません。昨日山田議員にお会いした時に、TPP に関する事前認識の事前交渉で、やっぱり郵政が重点分野として入ってきたっていうふうにおっしゃったんですけれども、で関連に逆行すると郵政改革法案に逆行する動きだっていうふうにおっしゃっていて、でもし法案を通したとしても絶対にこう経産省とかも国際通貨が優先されるはずだって言っていたので、そうなってきざるを得ないと思うんですけれども、それについてのご見解をお願いします。ちょっとよくからんな、俺頭あるのかな、もうちょっと申し訳ない。私の質問がいつもちょっと容量を得なくてすごい申し訳ないんですけれども、郵政改革法案が通っても、その今後 TPP がこう入ってきたときに、 TPP のルールがもし入ってきたときに、やっぱりこう郵政の見直しを、郵政の幹部や郵所のそういう部分で日本が規制をかけて規制をかけてくるわけだから、そういう意味で郵政改革法案と逆行する動きっていうのがもう本当に現実的なものになってきてるんじゃないかと思うんですけれども。それはね、はい、いやあなた極めてポイントついておられるんですよ、ついておられるんだけどね、国民が決めたねことと逆行したね、国際的な取り決めをよ、政府がやるわけにいきません、できないね。だから郵政改革法案で、決めたことをね、条約の場で政府が一方的に覆すなんてことはできません、これできないね。主権国家だから、憲法上条約が優先されてますけどね、優先されてるからといって、そうした国内法に明らかに
反する条約を政府が勝手に結ぶことはできません。これできない。だからそういうことはありえないと、うん、できない。日本はやっぱり主権国家だ。ね、TPP の会議の場で決まったからちょっとね、どうでもやらない。他にご質問ございますか。はい。だかったら無理して質問しなくていいよ。あ、そうだ、すみません。あと、参加法案なんですけれども、タレント法幹事長代行などが中心となっている修正のチームの一任を要請するっていうのを、前原政調会長が反対してるっていうふうな話を聞いたんですけれども、今、修正協議は実質的にストップをしているっていうような話も聞いたんですけど、それがどんな感じになっているのか、まあ、今、ほっとしておいた方がいいのかもしれないですけれども。まあね、修正事業の実態が実態ですから、前原といえどもね、そんなことを無視して、ね、ご利用し、そこはできないと思います。うん、まあ、できない。他にご質問ございませんでしょうか。あ、すみません。世界日報の野村でございますが、確認なんですけれども、日米安保条約上 TPP に入ることは必要ではないかというふうな意見が ある、わけなんですけれども、そういうことは経済とこのそういう安保まで絡めると、ブロック経済みたいなものでこのつながっていくと、いうことで、それは問題だというふうにこの理解してよろしいでしょうか。私はさっき冒頭に言ってね、安全保障と関係は俺どういう脈絡で総理が言ったんか知らんけどね、それは安保条約と TPP は何の関係もないですね。ただ大きな意味で総理はそういうことを視野に入れて言ってるとは私は思わない。私が言ってる意味での視野に入れて言ったらやったと言ったとすれば大変な話なのか、というのは、中国とかね、特定の国が除外されてるね、TPP は、国際間のね、これは、あれですよ、協定でしょ。だからそういうものを除外してやるということの、今度は政治的な意味が生まれる危険性があるんです。のけものじゃなかったってことでしょ。そういう意味ではこれ安全保障という言い方したら私は誤解を生むと思いますけどね。だから国と国がね、協調をし仲良くしていくことが安全保障において一番大事な話だから、ね、安全保障の基本というのは信頼関係を国対国が構築していくということでしょ。そういう目から言うと、のけものに経済面でされたということがね、信頼関係を損ないった場合は安全保障についてのね、影響が出かねないという危険性がある。だから、自由貿易を阻害することになるし、安全保障を毀損することになる。だからアジアの高い成長を取り込むというけど、中国も韓国も台湾もインドネシアもフィリピンもタイも入っていなくて、どうやってアジアの高い成長を取り入れるのか、ちょっと私にはわからないが、机上の空論ですね。狭いブロック経済を作るみたいな形になっちゃうね。いかに弁解さえしても。その今のさ、TPP 参加国との間だけ貿易するならいいけどね。そうじゃないでしょ。そうじゃない国との貿易は圧倒的でかい。アメリカの時から。逆にアジア、日本とアジアを分断することになる構想です。またヨーロッパと関係もあるでしょ。そうです。だから WTO という大きなね、あれがあるわけだから、あとは二国間でこうやっていくというのが一番現実的な方なんで、それをさらに細分化してブロック的なね、協定を結んでいくということはね、いたずらに摩擦を作り上げるということになる。
はい、どうぞ。読売新聞に聞きました。TPP の関係で、その野田総理はその TPP の交渉参加に向けた協議を開始していますと言いましたという感じで、それは代表としてはその交渉参加を、まあ、そのものだというふうに認識されておられるんですか。いや、そんなことないでしょ。だってね、総理これ明確に言葉で言ったな、ね、だからそれは総理が言った言葉通りのようにちっと APEC の場でねメッセージされておればね、もう勝手な解釈なんて生まれるはずがないんだよね。だからそこらは私はもっと言うと外務省の責任があるんじゃないの、ね、直解されないようにね総理の発言が、それをちゃんとしていくのが外務省の仕事でしょ。それを踏まえた上で、その国民信条としては今後その野田総理に TPP 交渉に関して、まあ、これから協議を開始すると言っているので、どういうふうに取り組んでいってほしいですか。だから協議するとおっしゃるんだから協議をされるのはね、止めようがないけども、ね、協議されると止めようがないけれども、身のある協議になる可能性はまずないだろうね。そうでしょ。またあると思う。だって読み売りは推進してんだからあると思ってんだろうなって答えろよ。ねえ。なあ。だけどね、いや、そりゃ米の問題だけじゃなくてね、他の問題について二国間でアメリカ、まずアメリカとの間でもそうでしょ。じゃあ郵政の関係についてもそうだよね。アメリカとの間でね、じゃあそういう問題をアメリカが満足する形でね、あ、クリアした、あ、これはクリアしたよと、ね、じゃ あ参加交渉に入ってくれと言える状況は作れるの。作れないよね。まず作れない、難しいと思う。それくらいの間ってね、そう簡単にクリアできるはずはないですね、まあ、そういう、まあ、ある面ではね、できもせんことに挑戦しようみたいなね、バインを振るったってね、トロに割るんじゃないの、ね、それをあえて、交渉参加に無理やり持っていくことになったら国内が、日本の国内が収まらんからね、どうにもならんわけでしょ。国内の支持を得てそういうことをやろうとしたったら、もうこういうのはなんな全く何事業以上のことだろうね。そういう総理と既得な方がね、そういうことにあえて読売新聞にあおられてさ、うん、な、フェアになるということ。ありがとうございます。面白いです。他の社の論調もそうなんだな。やってみればなんとかなるだろうみたいな感じだけど、なりっこないでなんだもんかね。じゃあ清武のクレーナーみたいなもんですね。うん、清武のクレーナー。今日ですね。いや、どうかしら。他にご質問ございますでしょうか。新潮考える会の山田正彦会長は、参加交渉に、交渉参加に向けた討議に入るという表現でほっとしたとおっしゃってますけれども、亀井代表はいかがですか。全然ほとんどされておられないということだから今言ったら、できませんことをするうちってんだなって、ね、心配してあげてるんだよ。心配して、うん、できませんことをやるやるとおっしゃってるから、ね、さあよろしいですか。どうぞ。監視規制というところに関してよくわからないんですけれども、昨日自民大臣が金融機関には監視規制を基本的にかけられないというふうに会見でおっしゃっていたんですが、今回のこの TPP のことが将来的にその実効性がなくなるとかそういうことにつながっていかないのかっていう部分で監視規制のことが気になっているんですけれども、
それはね、あなたの頭にね、ね、国内の世論、それに基づく立法措置ね、旧世界法、それと関係なしに、そういうことが、ね、そういう協定が締結できるんだという頭があるんじゃないの、あなた自身。ありえないんだよ、その主権国家で。いくらアメリカが言ってるんだとか、できない、独立国家で。ということですよ、基本的には。他によろしいでしょうか。では、これで会見を終了させていただきます。いいですか、うん、せっかく集まってんだから何かあったら言いなさいよ。あのね、俺にぶら下がってブラ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 しないでさ、こういう時に聞けばいいんだよ。な、野田総理じゃないけどさね。ほら、国民新党のホームページに載るから遠慮されてんじゃないですか。デスクから叱られるからか、困るからさ、こういう時デスクやな、100分の悪口言いまくんねん。その感想に求めるんだよ。な、そしたら完成してやるから。そのくらいの玉でないと出世しない。そうだよ、鍋津なんか見てみろよ、なんか島に気にしなくて。そうです、あと、はい、あ、文化新聞です。あの代表、11日のですね、あの野田総理の記者会見の前に、あの代表とお会いになるというなられたというような話があった、あの報道であったんですけど、その時にはどんなお話をあのされたんでしょうか。ああ、だからこう総理が予算委員会で言ったでしょ、親身あるね、助言に対して本当親身あるね、ようないね、ことやってたら、休みしたら、細川政権の二の舞やりますよと言ってね、私はいろいろと、なんかアドバイスしたり。やっぱり前の時と同じで、黙って聞いてらっしゃるんですか。黙って聞いてらっしゃるんですよ。あの時、細川さんの日本新党の、何年生って1年生だって官房長官、あの私も1年生です。2人とも1年生だったの、うん、ああいう劇的なことがね、なんで起きたかってことをね、私はね、よく説明してあげたんです。だから、やっちゃいかんことはね、定期的だとしちゃダメですよと言って、あと親身になってね、そんなしょっちゅう日本のそれ変えるわけにいかんでしょう。だってだけど、そういう事態になりかねないから、こんなこれと今度また消費税だなんてやりだしたら、あの時国民福祉税が出てきたんだ、よく似てんだよ今と、あっても 70% の支持ですよ今。もう野田政権50割ってきちゃったんですよ、こんな漁業を確保してきてきたんですよ。その時になって読める新聞がさ、一人支えようって無理なんだよな。鍋連れさんに言っててくれ、俺はそう言ってた。鍋連れさんがいかにな、あれで剛腕でもさ、無理なんだよ、聞きないのそれね。あんたじゃ細川政権の時は高校生が大変。いやいや、もっとちっちゃいでしょ。まだちっちゃかったか、中学小学校、もっともっとだろ。あの時もさ、何年だっけ、あれです前子がな、前子だよ、俺は長人だな、絶対できないと思う、できるわけないと。日の丸を君がよ反対、安保反対のな、社会党さ、あとな、ね、自民党の右翼みたいな加盟が、俺は右翼じゃないんだけどな、ってなんか結べるはずがないっつって、ね、そういうこと絶対ありえないっつって、その時朝日新聞の中馬士官だけがね、手を結べってやっちゃった。あれ、あそこで見通しちゃったんですね。みんなできないと思ってね、だからできちゃうんですよ。それ何かと言ったらね、それはその時の時代のうねりがある、それに逆らってたらね、それはね、持たないんです、その政権はね。今度もね、それは本当に年末に向けてね、本当大変な状況になってきますよ、このままで行きよったらね。とね、こんなこと言ったらおかしいけどね、
幕末だってね、あの革命的な維新をやったのはね、誰がやったか皆さん分かるでしょ。殿様や家老や上司階級はそこらのね、下級武士がね、ねうろちょろうろちょろね、ね藩の教あれをね飛び越えてねやっちゃったらいかがんなものはあんなことになるかしたんだよ。ところがそういう連中はひっくり返っちゃったんだよ、ね、歴史ってのはそんなもんなんだよ、ね、定流でうねりがうねりに差をさしておるものが勝っちゃう。結局はね公家でもな岩倉具視みたいになりゃ別だけどね、フォアグロでつけたねお公家さんがさあじゃあこうだなねもうもうね下級武士がギャーギャー騒いでるっていうみたいなことでね軽蔑したところでね時代の受け止めれないんですよ。だから各党の幹部がね、うん、いつらと言ったってそうはいかない、ね、やはり当選回数なんか関係なしにね日本の危機だと思ってねそういう人たちがね動き出したら結局ね動かしちゃってよそういう人たちが今そういう状況になりつつあるんじゃないか、うん、知らぬはマスコミばかりって言ってね大体マスコミなんてデスクやキャップ何も知らないんだからあいつらなあそうそうそう6年予測記事書かなかった連中がデスクやキャップになったやつ全部ときゃないこれ今の失礼なんかにはそれないけどねほとんどそうですよ。俺分かってるからでもあいつらキャップデスクだどんなあれやつでほとんどが間違えた。すみません。あえてお伺いしようと思いまして、あの自民大臣がですね、あの経済連携の閣僚会議終わった後にあの官邸のエントランスでぶら下がりをやった際にですね、あの国民新党 の、 あの考え方とは違うスタンスでですね、まあ、対処交渉から判断して閣僚の一員として総理との決断を尊重するというような話をぶら下がりにしたんですが、そんなことあるわけねえな。そういうこと言った。そのようにあんたが聞き違えたんだ。その閣僚の一員であるということと国民新党の一員であるということのそのせめぎ合いがあったと思うんですが、それについてせめぎ合いがあるはずありません。国民新党から出している閣僚だから一本ずつされたわけじゃありません。あのでも昨日の自民大臣会見、金融庁の会見でも似たような話でした。そのこと言った。亀田代表と相談をしているけれどもということですごく言葉を濁されてました。迷うかな。俺聞いてない。国民新党から私が厳密に差し出した閣僚です。それだけ。それ以上でもないし以下でもない。彼も立派な閣僚ですからね。閣僚として判断をされていくけども政党政治だから国民新党の判断とね違った判断をするんであればね、それはもう立場が崩れるわけだよ。そんなことしっかないよ。あんたたちが煽っていやいや言ってたけど俺とね自民の中を裂こうとしちゃってしまいかね。他によろしいでしょうか。では会見を終了させていただきます。はい、ありがとうございました。